ミルピタス、ミルピタス、ミルピータスはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡内にある都市である。1954年に誕生した。この都市は誕生時に総人口がたったの825人の農村地帯だったものの、今では6万2千人の人口を抱える北カリフォルニアの主要な都市として知られている。アメリカのシリコンバレーの一角を占め、 コンピューター技術などのハイテク産業が盛んである。そのせいもあり、世界中からたくさんの技術者が集まり、アジア系の住民数はアメリカ出身の人とほぼ同じくらいである。また、人種が多様なことから文化や教育面も多様である。なお、1970年代、地域おこしとして制作した映画、悪魔のゴミゴミモンスターの制作地として、 b q 映画ファンには有名な場所であり、画面には1970年代の住民の生活の様子が描かれている。ミルピタスという名前は、メキシコのスペイン語で、トウモロコシ畑を意味するミルパナワトル語からの借用に、指正寺イータス、複数形がついた形である。メキシコ人のホセマリア・アルビソが1835年に1 8キロメートルの広大な土地を払い下げられ、 そこをランチョ・ミルピタスと呼んだのが、現在の名前の起源になっている。ミルピタスはに位置している。この都市は、サンフランシスコの南部、サンタクララ・バレーの南東部端にある。アメリカが州国統計局によると、ミルピタスは総面積35.3、警平方メートルである。このうち35.1警平方メートルが陸地で、 0.44%の0 2キロ平方メートルが水域である。ミルピタスの気候は暖かく湿度が低く、雪や吹雪、ブリザードが起こったことがない。平均気温は摂氏15度、年間降雨量は3 0 0、mm、トル前後と、降雨量も少なく、冬以外は滅多に雨が降らない。2000年現在の国勢調査でミルピタスは、 人口62,698人、17,132世帯、及び13,996家族が暮らしている。人口密度は 1,785.2km である。494.4km の平均的な密度に17,364件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人ーセント。 アフリカン・アメリカン3.66%、先住民0.62%、アジア51.81%、太平洋諸島系0.63%、その他の人種7.48%、及び根結4.94%である。ヒスパニック、またはラテン系は人口の16.61%である。 この都市内の住民は24.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.5%、25歳以上44歳以下が38.0%、45歳以上64歳以下が20.9%、及び65歳以上が7.0%にわたっている。中央値年齢は33歳である。 女性100人ごとに対して男性は110.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は111.4人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は84,429ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は84,827ベ米ドルである。男性は51,316ベ米ドルに対して、 女性は36,681ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は27,823ベイドルである。18歳未満の5.5%及び65歳以上の6.4%を含む家族の約3.3%及び人口の5.0%は貧困線以下である。コンピューター機器工場及びソフトウェア制作の コンピューター産業が、ミルピタス市内で最大の働き口となっている。アジア系アメリカ人の50以上が、コンピューター産業で雇用されている。ミルピタス市は、サンディスク、マックストア、パーム、LSI コーポレーション、サイペックス、セレクトロン及びアダプテックの本拠地である。クアンテム、シスコシステムズ、アバヤ、クラテンクア、c ー,ートテクノロジー、W、ライフスキャン、 そして、シマンテックを含む多くの他の会社がミルピタス市内に主要な事務所を置いている。クリエイティブテクノロジーのよく知られたアメリカ市会社、クリエイティブラブスはミルピタス市内に本拠を置いている。商業では巨大なショッピングセンターのグレートモールやアジア系の店を主としたミルピタススクエアなどがよく知られている。幹線道路修道237号線。 680号線、そして880号線は、ミルピタスから、ベエリアの後ろへつながっている。週間高速道680号線及び880号線は、北がフリーモント並びに、南がサンのゼのダウンタウンに向かっている。一方、州道237号線は、ミルピタスを起点に、西のサニーベールとマウンテンビュー方向に行くことができる。 サンタクララバレー交通局は、ライトレール、高速輸送及び公共輸送用にバスを運行している。ミルピタス市内のビティバス路線は46、47、66、70、71、77番である。ミルピタス市に近い空港は、ノーマン・ワイ・ミネタさんのゼ国再空港並びに、小型自家用飛行機向きに最近できた、 イースト山のゼノリードヒルベ空港であるミルピタス市は北西部タンでサンフランシスコ湾と隣接しているがその地域は船及びボートで行くことができない楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください